こんにちは。こんにちは。本日は宝塚市の小林で、40年ぐらい営業されたお寿司屋さんが、この度お店を閉めるということで、スケルトンの解体工事、まあ、もう注文いただいてるんですけれども、まあ、注文に際しての見積もりとかの方法、あとは、まあ、事前調査どういうことをするかということを皆様方にお伝えしたいと思います。で、まあ、私もともと15年ぐらい宝塚の、まあ、小林とか仁川あたりで住んでたんで、まあ、ここのお寿司屋さんの常連でもあったんですね。 なので、まあ、名残惜しいなということはあるんですけども、まあ、いろいろ大阪に帰っても、こう気を使っていただいて、まあ、声をかけていただいたということは非常に嬉しいです。じゃあ、見積もりの内容、現場の調査の内容等々をお知らせしたいと思います。了解です。では行きましょう。はい、はい、僕は40年間お寿司屋さんをされてた中です。で、もうちょっと片付けているものをまず片付けていただいて、で、まあ、いろいろフグの調理師免許や言うたらそういう免許類の掲示等々も、もう取らせていただきました。引き上げさせていただきました。なるほど。で、まず、ここに、重機類、まあ、重機って言うて、まあ、食器類ですね、があります。で、こういうものを、まあ、言うたら、まあ、全て、処分する。これを残置物整理って言うんですね。残置物。残置物ですね。で、一応ね、これについてはね、お寿司屋さんが南にあって、寿司谷さんというところがあるんですけど、そこのマスターが、寿司のもの、こういう食器が、欲しいということで、今回持って帰っていただきます。あ、そうなんですね。で、この食器に関してはやはり、お店の人もやっぱり思い入れがあるので、できたらそういうところに使ってもらって、非常にやっぱり気持ち的にも嬉しいって言ってましたね。なるほど。やっぱりいいものはね、40年経っても、代々受け継ぐのでいいかなと思います。で、あとのこういう厨房関係とかは、またリサイクル屋さんとかそういう古物 の、人間を呼んで、その買い取りができるものは買い取り、買い取ってもらったやつは、その分は、有価物割引っていうことで工事費から差し引いて相手の方に割引をするというような形になります。この間の鉄と一緒ですね。そうです、そうです、だから、あとちょっとね、こういう、家電類は、ちょっと処分費がかかるので、別途処分費っていう形になりますね。ここで使えるものと使えないものをちょっと見分けるっていうのも一つ手になります。で、あとは、ツボ数を測っていきましょう。お、ツボ数で、これがレーザー距離計っていうんですね。はい、で、これで、言うたら長さを測るんですね。で、ちょっと、レーザーで測るんですね。そうですね、ちょっとどいてもらっていいですか。あ、はい、測れてます。で、これで、6メーター、で、こうやって言うたら辺を測っていって面積を出すんですね。この壺数を測ることによって、廃棄物の量ですね、こうやって木のこういう垂れ壁とか、もうこの天井とか、カウンターとかも全部取っ払ってガランドにしてしまうんですね。で、それの言うと廃棄物の量と撤去手間を言うたら、試算したいと思います。なるほど。それでね、あとこの下、これ、土間。これも土間を割って、5センチぐらい割って言うたら、ちょっと下げるんですね。で、これ土間なんで割るんやというと、もう言うたらこの床ってもうだいぶ40年が古いじゃないですか。で、まあ言ったら形もカウンターのところに言うたらこう回り口があるん で、で、新しい次入るテナントさんがどういうような業種かわからないので、もう言うたら床は下げておくっていうのがまあ基本です。土間も壊しておくというか。ただこれについてはね、どんな言うたらいいですか。契約書で原状復帰するときにオーナーさんと協議しなあかんので、もうオーナーさん、ここのお店の家主のテナントオーナーとは協議して、それを発ってくださいよってなってるんですね。だからそういうことをこまごまと打ち合わせしないと、この土間を発るか発らないかによって、やっぱり
4、5万かかるのかな。なるほど、うん、やっぱりあのこの手で割るんで、うん、バリ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 あの機械で割ったら早いんですけどね、うんうん、やっぱりあのこう下に配管もあるし、うん、水道もあるし下水もあるので傷めないように撤去していくっていうことになりますね、うんうん、なるほど、であとね、はい、こういうこういうね店に多いんですけど、はい、まあ、こんなところにね電気とかこうあのパイプスペース、まあ、言うたらこういうスペースがあるんですよ、はい、こういうところも事前にやっぱりお伺いしとかないと、どこに電気があるんだ、どこにガスがあるんだっていうことも、はい、やっぱあの事前に把握しとかなければなりません。そうですね、でないとやっぱりあのいざやるときになって電気止めなあかん、うん、ガス止めなあかんやったときにどこにあるってなるので、はい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 、っていうことになります。なるほど。で一応ですね、こういう壁もすべて撤去、はい、で屋根も撤去、垂れ壁も、あ、屋根が、あの、うん、天井も撤去、はい、それで垂れ壁も撤去というような、あ、カウンターも撤去するということになりますね。なるほど。トイレは残しです。あ、なるほど。じゃあ裏に行きましょうか。はい、そして、ね、はい、もう潰してしまうと、はい、お、もう元の形がわからないんで、ゴープロでこうやってこう、はい、いろんなところをこう撮影していくんですね、はいはいはい、で撮影していくことによって、うん、後で、前はこうやったとかこうやなかったっていうことを撮影して、うん、記録していきます。なるほど。 でないとこうやった時にね、この割れはどっちの割れなんだっていうことにならないように、ならないようにですね。でまあ中にこういういろいろなこういうものがあったり、はい、でこっちがあの倉庫、これもあったり、でこの庇も撤去していきますね。はい、でこういうものも全部撤去していきます。で、まあ、何もない状態ですねにしていきます。はい、で2階も複数よいしょ、邪魔します。おお、でこういうのがご飯、はい、ご飯炊くとこですね。なるほど。シャリ炊き場、はい、でこういうものも、まあ、撤去ですね、うん、であとは冷蔵庫とか、こういうクーラーとか、はい、あ、ここが居住スペースなので、ああの本来のは、はいはい、まあ、あのいけます。であとこういうような、ね、冷蔵庫は、はい、この階段で降りないので、はい、こういうものも、もう階段のサイズと全然、はいはいはい、あ、そうですね。この幅が60cm、はい、うん、でこれがこういった時に多分降りないでしょうね。ここが、まあ、曲がれないん で、はい、でこういうことも見とかないといけないですね、はいはいはい、でこういうものは仕方ないので、はい、もう窓から下ろすという形になります。あー、そっか。でこういうところから下ろすんですね、はいはいはい、まあ、だからこういう手間もよく考えてやっていきたいと思います。なるほど、はい、はい、あとだからまあこういう、この皿はこんな皿とかまだまだ使えるんですね、はい、だからまあ、 あのお寿司屋さんで、次のまたお皿としての用途としてまた生きるっていうことになりますね。そういうことですね。あとはまあこういう冷蔵庫とかもこのカウンター抜いてからじゃないと出ないの で、はい、あで、こういうようなこともいろいろあります、まあ、こういうね、ことを考えて見積もりするんですね。なるほど。見た通りで道が狭いんです。そうですね、道が狭いので、はい、なんて言うたらいいんですかね、やっぱり何を出すのにもやっぱり軽トラになりますね、これ。あちゃー、そっか、ダンプトラックとか大きいトラックを止めると、はい、もう重大になって苦情が出るので軽トラで出さざるを得ないですね。なるほど。なので、はい、やはりちょっと 何をするのでも時間がかかる。そうか、あと そしてこういう重機類やグラス類も使えるように、はい、やはり出すとなると、うん、やはり養生して、はい、やはりあの割れないようにするので、はい、やはりそういうところも気を使うところですね。なるほど。もうガシャンといってしまって、うん、もうするものであれば簡単なんですけど、うん、結局割れちゃうので、うんうんうん、で僕がよく座ってた席はここですね。あ、そこ座ってたんですか。おお、カウンターの端2番目、2番目と2番目か3番目、はいはいはい、ここはね、その辺りにテレビがあったからね、うん、一番良かったような気がします。なるほど。でもなんか結構いろんな種類のネタが楽しめる。まあ、ようですよね。週4回ぐらい来てる時ありました、ね、週4回まあ、ほとんど家じゃないですか。まあ、来てない時もありましたけどね、はい、で、まあ、ちょっと寂しいかなと思うんだけど、結局、
まあ良かったです。確かにね、さっきもママさんが何回も来られてましたもんね。そうですね、うん、あとはまあな、あの細かいことはね、はい、あれなんですけど、はい、一番大事なのは、はい、どこまで潰していいのか、どこを潰したらいけないのかっていうのをきちんとね、うん、お客さんっていうかオーナーさんとも聞かないとダメですし、うん、そしてあとは例えばクーラー一つにしろ、はい、まあ、取るか取らないかっていうのは確認された方がいいでしょうね。なるほど。っていうのはクーラーって結構高いんですよ。おでクーラーをもともとつけといた方が、まあ、古くてもあの客付きがいいとかね、はいはいはい、いろいろそういうようなあだから思惑もあります。残しといてあげるか残しておかないか、うん、今回は取るんですけどね、はいはいはい、そういうのもあります。あとはねまたあの全部ガランドにした時に、はい、あのまた来てもらったらいいかなと思います。それからあの工事中のね、はい、あのなんていうんですか、そうですね、来てもらったり。ではい、ここちょっとね、あの言うたら、坪数が狭いので、はい、どうしても割高になりますね。なぜかというと、やること一緒やから。そうですね。うん、やっぱだからおにぎりを1個作るのと10個作るのと言うたら、もう一緒じゃないですか。一緒、準備は一緒ですもんね。準備は一緒なんですよ。うんうん、だからそういうのと一緒なので、うん、ちょっと坪数が少ない分は割高になりますね。ってな感じですよ。はい。毎度。毎度。毎度。じゃあ、一応ね、大将。はい。このカウンターの上にあるネタケース、はい、これ本来まあ売れるんですけど、今回のお店の形でこれ池カウンターになるんですよ。このお店に池言うたら、まあ言うたらこう巻き込んでるでしょ、はいはいはい、このお店のサイズのカウンターなんで、はい、もうちょっとこれはちょっと難しいかな。なるほど。大将のとこ独自のカウンターやから。そうそう、これ特徴なんですよ。だからこれが棒状でこう切れてるカウンターの規制やったら、まあね、うん、次行けたんですけどね。なるほど、次のお寿司屋さんで、うん、まあそういうのもいろいろありますね、みたいな感じです。なるほど、はい、ブースなんですよ。えお土産ブース、お土産ブース1,2,3,4,5,6,7,8,9,26番まで、まあ、いろんなこう組み合わせがあって、ね、はいはいはい。まあこれも40年行けたんやね。でここはまあ言うたらイケスですね。あ、ここイケスやったんですね。まあ工事もかかるんですけど、はい、まずあの挨拶回りでものすごく大事なんですよ、はいはい、でうちらはまあこういうようなチラシビラを皆さんに巻いて、なるほど。で、こういうようなタオル粗品を持って行って、はい、まあできるだけまあなんて言うたらいいんですか、対面でお話しした方がいいんですけど、今コロナ禍なので、うん、なかなか難しいところもありますね。だから両脇と裏と向かいとか、うん、まあ、近隣の方々にはできるだけね、うん、直接お会いしたいと思ってるんですが、うん、ポストに投函して、うん、そのご挨拶を済ませてる場合もあります。なるほど。この一つ一つのね、こういう、はい、挨拶回りも一つ重要ですね。そうですね。頭来て、うん、やはり苦情がある、うん、どこに連絡していいかわからんというのがね、一番難しいところなんで、こういう一つ一つのね、はい、心配りも大切ですね。そうですね。はい、はい、こんにちは。こんにちは、サポートプラン塩田です。本日はですね、雑居ビルの改修工事を行ってます。はい、この前ね、動画で撮った時に、はいはいはい、お寿司屋さんが40年やってるところの、ね、あのスケルトン工事に伴って、はい、オーナーさんの発注の工事も実は受けてるんですね。そうですよね、はい、それで今内装と、まず解体やって、はいはい、で内装の工事をやって、はい、で今外装の工事をやってます。結構ということですよね。結構ね、はい、大規模になりましたね。ね、でまあ今日こうやってみんな暑い中、はい、やってくれてるんで、はい、またお茶を持ってきました。これお茶ですか？あ、ほんまや。お茶めちゃめちゃ冷たくてアクエリアスで熱中症の対策にもなりますので。なるほど。それでは中に入っていきましょう。で今塗装足が組んでますね。そうですね、すごいなこれ。これもここ土産物コーナーとかテントとかあったんですけど、今取っ払って、はいはいはい、今工事中です。ねえ、ありましたよねここ。ちょうどここちょっとジュース置かせてもらって、はい、みんなに飲んでもらうため、はいはいはい、これお寿司屋さんでしたよね。そう、ここカウンターあって、はいはいはい、ありましたよね。ここに言うた食器がいっぱいあって、はい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 、ここに土産物コーナーがあって、ありましたね。でここにも言うたら、うん、ビールのケースの樽とかがあって、はい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 、でここに言うたらイケスがありましたね。はい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 、めっちゃ綺麗になりましたね。ほんまこれボード
ボード石膏ボードで、はい、前の字を土台に、はい、きれいに、まあ、こういうような状態にします。でこれが言うたら、まあ、言うたら、はい、オーナーさんが、はい、次の人に貸すのにこういう感じで貸すんですね。で、あとはここに壁紙を貼ったり、うんうんうん、いろんなカウンターをしたり、うん、エアコンをつけたり、はい、ここから店舗としての内装するのは、はい、次の田中さんの役目となります。ああ、別の業者さんがやられるってことですか。そうそう、とりあえずドマも割って、はい、でドマも、まあ、はい、おしゃれなタイル調にするのかちょっとわからないんですけど、こういう形になってます。これだから建物全体なんですね、お店だけじゃなくて。そう、全体、ね、まあ、営業中のお店もあるんで、はい、結構苦労しました。そこそこボリュームもあるかなって感じですね。はい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 。ツバメさんがちょっと巣を作ってるので、はいはい、ちょっとまだ、あ、ほんまや、ひなが巣立つまで、はい、ちょっといてもらおうかなということでちょっとひさしをつけて、あれもだから、あれですよね、あれをガードしながら、ガードして工事されたってことですよね。でちょっとツバメの周りのところの、はい、まで塗装は詰めてるんですけど、はいはい、まあ、巣立ってから7月ぐらいになってから、はい、もう一回これをちょっと巣はちょっと取らせてもらって、まあ、はいはいはい、後で濡らしてもらうって形になりますね。ああ、後から、後から、そうか、そうなるんか。仕方ないです、ね、まあ、仕方ないですよね。生き物やから今卵を、はい、温めて、ひなが帰って、育って、なるほど、次のお店が幸せになって、うん、儲かってもらったらいいかなと思って、はい、ですねなるほど、まあ、これも一つね、まあね、縁ですよね。こういうのもあってもいいかなって感じですね。じゃあ2階行きましょうか。はい、おっと、リフォーム踏み板で、おー、この階段も綺麗になりましたね。まあ、この辺また塗装するんですけど、はいはいはい、はい、よいしょ、あ、ここですね、はい、おっと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 、よいしょよいしょ、ここはお風呂ブース、よいしょよいしょ、あ、はい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 、風呂あったとこですね、ここがお風呂ブースなんですけど、はい、お風呂ブースは綺麗に、なるほど、直して、なるほど、で、今よいしょ、こういう感じで、はいはいはい、おお、石膏ボード、これめっちゃ綺麗になりましたねほんで、あとは、まあ、はい、ここに、はい、仕切りの、はい、部屋があったんですけど、もうぶち抜いて1個の部屋にして、なるほど、で、ここが、おお、こんなんありました。これは、物、押し入れをクローゼットにしたんですね。あ、そうなんや。で、まあ、こういう形で次の方がどういう内装されるのかって、はいはい、まあ、床も綺麗にして、まあ、今工事の途中なんですけど、はい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 、まあ、大体こんな感じです。で、屋根のカーラーのやつも灰で、はい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 、うわ、だいぶ綺麗になりましたね、ほんまに。はい、こういうような、うんうんうん、白と言っていいんか、まあ、クリーム色いうのかな、クリーム色で、ほう、上がります、はい、よいしょ、よいしょ、はい、ほんでもう言うたらもう塗装が15年以上経ってたので、はい、これを高圧洗浄しまして、うんうん、で下地のシーラー塗って、はい、まあ、ソフトサフなんですけど、はい、その上に中のりは塗りで3層です。で、まあ、下地の言うたらクラック処理とかもしてるんで、はい、まあ、このような感じで外壁塗装もできてます。なるほど、綺麗ですね。まあ、綺麗にしてるんでね、そりゃそうですねそうか。で、まあ、まだあとちょっと不対抗とか、はい、言うたら隅々の塗装はまだ仕上がってないんですけど、なるほど、まあ、大体これからってことですね。こんな感じになりました、はい、サポートプラン塩田です。本日はですね、宝塚市小林にあるテナントビルの改修工事がもう終わって、もうきちんと全部終わりましたという報告の動画になります。それでは中の方を見ていきましょう。ここが1階のお寿司屋さん、40年間やったお寿司屋さんの店舗です。で、角地で、なかなかいいとこですね。で、お店は店内をスケルトンにして、こういうボード張りで、次の人に貸すんですね。このボードの上に、まあ、壁紙を貼るんか塗装するんかちょっとわからないんですけど、次の人が
自分の思ったような間取りのお店にされます。まあ、カウンターも取っ払ってるん で、まあ、こういう形にして、仕上げました。でこちらがね、階段、もう階段もだいぶガタガタなってるんで、リフォーム踏み板で踏み込みの厚みも増やして、ちょっと安定したようになっています。でちょっと針もね、ちょっときれいに塗装しました。でここがね、2階の住居スペースなんですけど、もうお風呂も取っ払って、まあ、ここは荷物スペースになるんですよね。で、2階です。まあ、もう2つ部屋あったのをぶち抜いて、もうきれいにボードで仕上げて、床も畳のところと、いうから板間のところをつらい位置にしてきれいにしました。でここも、まあ、ボードで仕上げてますんで、あとの次のお客さんが自分らの思うような形のお店にされたらいいと思います。でここは押し入れですね。押し入れのところをもう言うからこうやってクローゼットにして、ちょっと今風なおしゃれな感じにしました。これが解体終わってスケルトン工事終わってからの、まあ言うたら内装の仕上げ工事です。ここをまあ言うたら耐風時期の土間やったんですけども、全部もう剥がして、まあ言うたらコンクリートむき出しにしてます。次のお店の借りる人が、まあ綺麗な土間を打つという形になりますね。まあ、あと、まあ、間取りがねどうされるのかわからないですけど、今から楽しみじゃないでしょうかね。はい、まあこちらが、まあ言うたら外壁塗装ですね。まあ、あの補修、下地がかなり傷んでるんで補修をして、その上に、ソフトサーフを塗って、プレミアムシリコンの2層塗りで計3層塗りとなってます。まあいろいろね、ここにひさしがあったりしてちょっとわちゃわちゃしてたんですけど、まあ随分すっきりすることになりました。でここの下屋根ね、下屋下屋根、あの瓦、お寿司屋さんやったから瓦やったんですけど、もう瓦も随分いごいて傷んでるんで、まあ言うたらブリキで角じまいしてカラーベストで、まあ綺麗に仕上げました。まあこれで、まあ結構しっくりきてるかなとは思います。まあちょっと一周回っていきましょうか。ここ土産コーナーあったんですけどね、もう塞いでしまって塗装にしてます。階段、外階段もね、グレーで塗装し直しました。まあこんな感じですかね。まあなかなかよくできたと思います。設備関係になるんですけど、まあここに、新しい分電マーチ出ます。まあもう昔と違ってね、今はたくさん電気を使うんで、まあ分電盤もきれいにしました。であとライト関係ね、あのこういうようなコンセントも付け替えました。でここに手洗いがあったんですけど、もう取って缶止めしてます。またあの次の人がね、水回りとかいろいろ考えたらいいと思います。でこの辺にもね、水道管やガス管とかあったんですけども、そこももうきちんと缶止めして集約してます。まあいろいろね、たくさんの講師の人間に支えられて、まああの無事仕事ができて良かったです。こんにちは。こんにちは。小林のお寿司屋さん宝塚のね、はいはいはい、で結局あのお皿がこの東心斎橋の、はい、寿司谷さんというここのお店にお皿が、はいはいはい、来ることに相続というか、まあ、引きはあの言うたら、はい、あの引き継ぐことになりました。はい、まああのこういうね、まあ、大事な道具っていうのを、はい、あの別にその処分するよりも、はい、やはりあのきちんと使ってほしいという職人さんも結構いるので、ね、はい、今回はまあこういうふうにつなげて、はい、なかなかいい仕事を自分でもできたかなと思ってそうですね。でちょっとあのお店の中でどういうように使われているのか見てみましょう。はい、行きましょう。こちらがね、東心斎橋の寿司谷さんです。はい、でちょっとあのお皿の引き継いだお皿はどこにありますか。どこ、そこ
まあちょっとこういうとこであったり、はい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 、こういうとこですね。はい。でこれが双葉寿司さんで使われとった、はいはいはい、お皿ですね。あ、両方ともそうなんですね。で、はいはい、まあこれが引き継がれたお皿。そうですね。はい、こうやってまあ、うん、ママも喜んでましたね。そうですね。うんうんうん、まあそんな感じで、はい、職人さんでね。はい、いい道具が引き継いでほしいっていうのがあるので、うん、はい、まあ、今回はいい出会いを作れたかなと思います。はい、以上です。